はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画で行こうです。カルチョビットアーをやっていきたいと思います。ですね、チーム編成でご覧の通り、後ろに大選手を集中させました。この90番以降の選手がいなくなると、つまり選手が全部女子になるということで、まだ10人残ってるんで、その10人をなんとか選手入れて入れ替えさせたいと思っております。まだ女子選手力不足なんですよね。特訓とかはやってるんですけど、まあ、そろそろ積極的に女子選手を入れて、男子選手は排除する方法で行ってみてもいいかもしれないですね。くるみを代わり緑を入れましょう。まあ頑張ってもらわないとな。くるみだ、いつまでもくるみだろいっていうわけにはいかないと思うんで、キーパー広岡にしましょう。羽生田カルベ、ミオの代わりカルベを入れるか。三木本はもうクビにしてもいいかもしれないな。美穂、綾香は、あ、ごめん、綾香を、広田の代わり入れましょう。さあ、これで、ちょっとトップに不安はありますが、七子がうまく作戦をつないでくれるかどうかです。さて、ドラマミラージオの方が上位かつホームなんですが、そんなにトトの勝率は変わらない。なかなか力あるって見られてるんじゃないかなと思います。まあね、くるみいなくても、決定力をつけないといけないなという感じですね。そうそう、特訓でダイナゴルアラン、斜めに走る。おっと、ボールがうまく転がっていかない。チャンス。いけーって、さあ、奈々子、自分で決めていく可能性もあったんですけどね。ダイヤゴルアランを手に入れてんで、斜め走りができるようになってる。それですね。ちょっとディフェンダーに不安はある。逆にピンチになって、うわ、入られた。うわーっていう感じですね。マークしてもそれかいくぐるのか。そう、キャプテン翼はそういえば、今回のは2018年版アニメ版に準拠したアプリが出るようですね。GMO から。今までアプリ版って、まあ、何だったっけ？ドリームチーム編シリーズっていうのが別の会社から出てたんですが、危ない！それとは別のシリーズが出るみたいで。さあ、カルベ、チャンス？緑、決まった、同点。カルベもナイスです。これはなると緑は、決めてあげないといけないかと思いますよね。まあ、緑もうまく縦に走りました。これはダイナゴルアランとは言えないな。
この斜め橋をすることで、敵のマークをかいくぐって、あとですね、見やすいというメリットも、ピンチだぞ、あーっと、すぐまた勝ち越された。苦しいですよね。くるみだおりではいけないんだっていう気持ちになってほしいが、節子センター、なかなか、ここはうまく菊池がカットしたよ。まず感じで、サッカーゲームが最近ヴィーナスイレブンビビットとか多いですね。結構やっぱりシミュレーション系サッカーって使い勝手がいいなっていうのはありますよね。アクションは全く私苦手や。さあ緑、これは決めないといけないわ。入った、2点目、見事です。同点、いいセンタリング打ちますよね。今回は窓か。緑がうまく、落ち着いて決めましたね。1対1の、キーパーの1対1から。さあ、これで前半終了。そうですね、まだ交代するのは早いかな。こう羽生田と変えましょう。このぐらいかな。さあ後半スタートです。さあナナコ、さあ速攻で行きたいとこ、またナナコが行って、あーっと、これは声の連携がうまくいかなかった。逆にピンチです。外に出しましたね。さてユーナ、マドカ、萌が疲れてきてます。節子、拾ったと交代、口と入れ替えましょう。あと勝ち越したいんで作用を入れましょう。入団悪くないんで前後入れ替えて、ピンチ、おーっと、チャージがきつい。さあ、両チーム選手を入れ替えていきます。おーっと、これはオフサイドか。ゴール前に殺到していきますね。気をつけないと。楽しい。あっと、反則か。さあ、ここはアマディオが気をつけないと。あー、入れ合えた。よく入るよな。
さよ。さーて、飛び出してきた。ちょっと厳しいと思った、これ。さあ、ペナルティーキックのチャンスを得ました。さあ、入れてほしい、緑。いや、入った、同点。見事です。ハットトリックです、緑。ちょっとギリギリでしたが、ギリギリキーパーにも呼ばれてましたが、なんとか入れることができました。ディフェンダーの方が大変ですよね。さあちょっと気になるがとピンチを逃れた。さあロスタイムに、あーこれはもう時間がもうほとんどない。まだ笛は鳴ってない。試合終了、3対3の引き分けですね。これは惜しかった。そして先取点を奪われてしまいます。小宮山、緑がここをうまく走って手を上げてますよね。だからすぐに生田が、マディオから生田がこうパス、やっぱりシュートの正確性で、しかしすぐに前半終了直前、落ち着いて緑が受けて、決めました。悪い体勢で決めようってしなかったのはすごいいいですね。さて後半に突入。一進一退の攻防は続きます。さあ相手をフリーキックを得て、このアマディオ見事でした。敵ながらすごい放物線、しかしペナルティーキックを得てギリギリでしたが、なんとか入りましたね。というわけで3対3の同点。ボールを支配率は、いや、シュート数、枠内のシュート数はこちらが見劣ってますね。富山ミラージオにはまだ格下っていう、考えは持たないといけないなっていうのはありますね。富山ミラージョが2位で、クラーカリバーズが3位ですか。といっても勝ち点は1点差なんで、そんなに変わりはない。富山ミラージョとも得失点差ですからね。気がつけば15節か。さあ、サスケが復帰。ただ一人、解雇して入れるんですけど、いるかな？コスパのいい女子。
いいんですけどね、ミッドフィルダー。過去はしたいな。那覇のエリカ。エリカちゃん。シドエリカ。いや。ちょっと一人解雇しましょう。菊池もいいんですけどね、使うシーンが減ってきてるよな。みんなポテンシャルが落ちてるよな。千歳かな。千歳を解雇しましょう。で、さっきオファーのエリカをオファーしましょう。ちょっとコストが上がってきてるみたいですが、コストが上がってきてるのが気にはなりますが、果たして。というわけで、次は岡山ピーターローズ戦ですか。5位で、まあ、ここは、勝っていきたいところですね。まあ、今回、くるみなしでもなんとか同点になったということで、くるみ一人だよりから、何人かで、決めるっていう、チームサッカーに、切り替えられる、布告というか、きっかけができたのはすごくいいことだなと思ってます。こういうサッカーをやっていきたい。そして、どんどん、男子から女子入れ替えて、女子のみでやる、カルチョビットとして、優勝を、エンディングを目指していきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうではですね、チャンネル登録者数1000人を目指しております。はい、この動画のタイトルを下にある、動画の下にあるタイトル欄の右に、チャンネル登録ボタンがあります。そちらを押していただくとチャンネル登録できますので、まだされていらっしゃらない方はぜひよろしくお願いします。また、高評価、コメント、この動画の SNS などの拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。この動画の説明欄に、アドレス記載してますので、よろしければ見に行ってください。最後の20秒で関連動画プレイリストを流れます。はい、そちらもお時間ありましたら見に行っていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。